丈夫です。ありがとうございました。ね、今日から霧島。霧島ね。はい。今日から霧島。戻った感じなんですよ。あ、そうですよね。いやいやいや。もうここ気持ちを新たに。ね、なんか今日でもちゃいましたよね。めっちゃ気合い。ですかね。なんかちょっとこう、ちょっとこう、はあ、がなんか降りてきました、ね。降りてきた。降りてきた。そう、なんかあの車へもう。そう、もうずっとヒプラマセこれ。次来たらライオン丸健三になる。いや楽しかったですね。いや楽しみですよね。これからめっちゃでもね。いやもう大きいこと言うてもうたんでね。ターボかかったみたいな感じ。いやいやもうちょっともう大きいこと言うていこうと思って。いやもうガスガスですからね。それ一番やばい。やばい。次ライブとかあるんですか。え、一応あの泉大津の方のオーバーヒートで、あの月1でマンスリーというか平日なんですけど、第4木曜日にマンスリーをやらせてもらって、すごい毎月オーバーヒートですね。そうなんですよ、毎月オーバーヒートで、でまあまああの一人で歌ったあれなんで、2組ぐらいちょっとゲストを呼んでっていうのでちょっと回していくというか、でも飛び入りコーナーもしながら回っていく、ガチ平日なんですけどね、木曜日の。飛び入り来た。来てください、ぜひぜひ、もう30分枠開けておきます。お願いします。オーバーヒートですよ。オーバーヒート、泉大津でしょ。泉大津です。名前は本当に。結構ね、なんか、あのこの前聞いてから意識してたら、結構、いろんなとこでオーバーヒート。私、2回出たことあります。あ、そうなんですね。はいはい、ツーオーマイ、もうマジマジで行ってください、ここまで行ったらあれやけど、いやいやいや、頑張ってください。いやいや、わがまま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 、自分の今に突き進めない、夢か壊したくてもできないことを終えてやる、やりきれないことばくつけそうになって、それでもここで生きてるんだ、自分の思いの名前に進めない世の中だって、打ち壊したくてもできないことも俺ってある、自分らしくできてもフォローしたいよ、それでもここで生きてるんだ、自分の思いの名前に進めない世の中だって、
初めましてでしたけど、初めてじゃないですか、ね、2回目、そうですよね、今日は2回目です、ブッキングとしては今日初めて、あ、今日初めてです、はい、お越しいただきました、シンディさん、うん、ありがとうございます、よろしくお願いします、今後ともよろしくお願いします、いやいや、こちらこそよろしくお願いします、すぐ会社近くなって、あ、そうですよね、はい、言われましたよね、はい、そうです、そうです、あ、近く、活動は大体奈良がやっぱり多いですか、いや、奈良、京都、大阪ですね、あ、京都も行かれました、はいはいはい、あ、かなり、いやでも、いやいや歌しかね、今日は取れてないですけど、MC もすごいなんか楽しい、いえいえ、とんでもない、家庭のぬくもりがまだまだいい、とんでもございません、まだまだ、まだまだ弱敗もんで、いや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 、何をおっしゃいますよね、演技のトークがこうやって始まる、あね、乗、はい、せられて、本当にね、いいお店でね、いやいや、本当にありがとうございます、こんな高い感じのね、お店があるなんて、いやいや、全く分かんなかったです、ありがとうございます、だから、はい、前回来た時も言ってたんですけど、僕知ってる子がね、結構ここで、奈良チームは結構ここで、はい、舞ちゃんにしても、ザッキーちゃんにしても寄せてるから、気にはすごくしてたんですよ、名前はずっと、はい、知ってたもんですから、今後ともまたよろしくお願いします、本当にもうこちらも、ね、奈良チームの方みんな、なんか楽しいですよね、舞ちゃんさん、舞ちゃんさんザッキー、ザッキーも喋り出したら変わらないザッキー、昨日一緒でした、はい、あ、そうだ楽しかった、なんか、めっちゃ喋ってました、ね、なんか、告知とかありましたら、まあ、どんだけの人がこれを見れるかっていうのはちょっとわかんないんですけど、100万人見てますよ、あ、そうですか、100万人見てますか、全世界ですか、結構ね、ちょっとここのところずっとこう、ここから週毎週続いていくんで、あ、すごいですね、あ、まあ、ありがたいですけどね、来週はちょっとまた、ね、愛知の方で、愛知の方 でその次が今度京都の、三条の方でちゃんと夏になかなかやりました、すごい素晴らしいですね、年末のね、24日のポップインっていうところで、はい、ポップインな、はい、クリスマスによく出るなっていう感じで、はい、いやー、素晴らしいですね、そんなシンディさんでした、はい、ありがとうございます、we'll be right back.
顔があってね、モーニングとチケットの宣伝とは、ね、なるほど、ちょうどいい感じだよ、ね、ナイストライアンドここ見て私してくださいなんか冠被ってるような確かにそう、ね、気がこう両方出てるんだよ、ね、顔からなんかいっぱい出てるみたいなオーラが出てる感じありがとうございます凱旋門ちょうどねええ感じで撮ってもらっていい感じ、ね、通天閣そう凱旋門通天閣コーヒーチケットも食べるんです10枚通じ3700円ですお得お得お得、ね、もっとお得なのがこちらにある CD300 円ありがとうございますこれはもうコーヒーチケットよりも安い CD さんなんかそういう仕事してるんですかすごいうまいんですけど、ね、ありがとうございます1枚300万円で発売安いありがとうございます安い、ね、ありがとうございますそうよ、ね、昭和の匂いがするこう300万円ですよ、ね、なかなかいないよね昭和の人大阪のおばちゃんしか言わない昭和の人ですよ、ね、いないよ、はい、はい、いやいやでもねあの本当にこの店に出るのがきっかけでねなんかあのキーボード買っていただいてそうなんですいや私まだその頃ウクレレやってなかったのであのキーボードしか できないからそうでもここへ出るために素晴らしいほぼほぼそのだって今日も、ね、その時以来その時以来ですもんこの子を外へ出したのねえこれがそうなんです。だから次は山ハモ買いましたよね、これ。そうです。ね、25,800円で購入した。山本500円。安い。すべてが安い。すべてが。プライスです。山本広重さん見てますか。ヤマハのやつが売れましたよ。誰？うちに出ていただいてるヤマハの人なんです。あ、そうなんですか。まあまあギターなんですけど。ギターの人そうなんです。あのところにヤマハのギター。あなんと山のギター素晴らしい素晴らしいですねおー霧島あ、霧島すいません、ウクレレはヤマハじゃないですフェンダーフェイマスでしたあ、フェイマスですねフェイマスっていうあのウクレレのメーカーなんですかそうね、国産メーカーのフェイマスっていう、あ、そういうのあれですね、まあ、まさに有名です、ね、まさにフェイマスなまさにフェイマスね、これはさっきね、ハワイのお土産コーナーにそうです、ここにね、直しちゃったわ、はい、今日ハワイかったハワイからね、ゲストがね、来ていただいてハワイからのハワイからの資格ねあの出ますか、うん、あ出ないです、ね、出たらいい事務所通さないとダメですそうです、じゃ仮に K さんとしておきましょう K さん、KZ さん KZ さんありがとうございます谷さん、なんかいろいろ告知があればあ、はい、谷さん、いっぱい告知あるからどれから行ったらいいか難しいんですけど、はいはい、あのまず12月の24日は、クリスマスイブなんですけれども、はい、あの心斎橋の、ミッテラ会館のロージーさんにて、はい、ユーと飲みましょうクリスマススペシャルということで、はい、ポップイン行けないじゃないですかあ、ごめんちょっとちょっとちょっとポップインも来てくださいね私の告知なんだから、ゆうちゃん、うさじいさん、そして私で、出川さん、出川さん下の名前なんて言うんだったかな、ゴキブリの歌とか昔歌ってあ、そうなの、私初めてなんですけど虫っていう虫ね、虫の歌出川さ、なんと
結構長いことやってる人ですよね。あ、本当ですか。あ、私初めましてなんです。あ、めっちゃおもろいよ、めっちゃおもろい。あ、じゃあ楽しみ。その4組で出させていただきます。よろしく。あと、来年になりますけれども1月21日の土曜日、西成の三角公園の近くにあります、はい、南波屋さんにて、はい、ワンマンライブ、やらせていただきます。頑張ります。ぜひぜひお越しください。お昼の2時からです。なのでね、はい、夜からライブがある方、用事がある方もお昼だったら来れるでしょうということで2時からです。121ですね。はい、121と12月1日です。はい、そうです。1月21日土曜日です。はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。その頃にまた次の CD もできてる。そうですね、はい、できてレコ発も兼ねてやりたいと思っておりますので、そうそう、ちょっとレコーディングの人にせかさない、はい、そうですね、レコーディングの人次第っていうところもあるんですけれども、まあ、ほぼほぼ出来上がってるってことなんで、ね、あと、ね、自分でジャケもね早く作らないといけないんで頑張りたいと思っております。はい、ありがとうございます。で、月例もやってはるんですよね。はい、ありがとうございます。ナイス振り。奇数の月にですね、塚口にありますゲッティングベターさんというお店でタイニーと遊びましょうというね、イベントをさせていただいております。タイニーさんのライブが半分で、あとの半分はオープンマイクになっておりますので、皆さんどうぞ遊びに来てください。はい、1月の6日です。6日、はい、その次は3月の3日です。はい、よろしくお願いします。いやいや、これはね、はい、ゲッティングベターとマルタイラーメンの美味しいよ。それなんか違うけど、はい、うまい棒3本で100円で、あ、そういうお店でございます。こちらの、ね、マスターの前澤さんと、なんていうバンドでしたっけ、エンジェルバンドでご一緒の、浜野さんのお店でございます。はい、今日もご機嫌、はい、バイ。
準備はいいですか？ご協力のほどよろしくお願いします。ここは大阪って言ったら阿部の筋ですからね。よろしくお願いします。いきますよ。ここは大阪、はい、阿部の筋。そう、このタイミングです。いきますよ、もう一回。ここは大阪、頑張って。雨です。いや、ありがとうございます。一人でありがとうございます。次、男子。ここは大阪、はい、雨の数字。いや、ありがとうございます。男子いつも多いみたいな。ねえ、ね、ここは大阪、はい、雨の数字。いや、ありがとうございます。最後です。っていうね、はい、あのそういうのお店としてもすごい嬉しいですね。つながっていて、ね、はい、楽しかったです、ね、という、はい、11月の、何日かの、夜でした。20日です。ありがとうございます。何日か、ありがとうございます。